はい。はい。人力車は一度乗ったことある？一度ですか？あ、2、3回ぐらい。結構乗り方はだいぶ慣れてます。でもなんかまだ怖いですね。結構高いですよね。そうですね、道路とかが。あ、すいません、失礼します。真ん中にお願いします。 ありがとうございます。すいません。あ、はい、あ、ありがとうございます。すいません、ちょっとガタンって。あ、はい、じゃあちょっと暑いんですけど。あ、はい、ありがとうございます。一応暑くなったら撮っても大丈夫なので。あ、わかりました。写真の時とかだけ。あ、はい、撮ってきますか、写真は。あ、撮らなくて大丈夫です。はい、暑いんですけど。あ、開けちゃってても大丈夫です。はい、ありがとうございます。開けます。あ、はい。では持ち上げていきます。あ、はい、1、2、3、よいしょ。大丈夫ですか？あ、大丈夫です。あ、はい。では改めまして、あ、はい、本日ドライバー務めます古川祐也です。あ、はい、よろしくお願いします。今日30分お時間いただいたので、はい、今11時6分なので11時36分過ぎにまた戻ってきます。あ、わかりました。お願いします。ここから歩けるんですか？歩けます。あ、そうなんだ。人力車も乗って。はい、はい。スカイツリー。かぶっちゃうんですけど、いろいろ。あ、はい。スカイツリーから見えますか？あ、見えます。はい。高さはどのくらいですか？3、4、6、634か。634、634メートルです。ちょっと見やすい方に移動しましょうか。あ、はい。なんかそうですね、はい、途中かな。あ、そうなんだ。めっちゃもう、ね、近いからすぐ行けそうですよね。なんだかんだ言って空いてる日全部人力車来ちゃってるんで。あー、確かに。もうまだ乗れずにもう8ヶ月、はい、8ヶ月じゃないの、4月から始めたんで。まあでもこれからですね。あ、そうですね、いつでもね行けそう、はい。なんかあの前教えていただいたんですよね。なんか ビール、そうです。ビールの形してて、朝日ビールさんの本社です。はい、そう、ビール漬けの形してるんですけど、上の泡の部分がレストランになってて、夜になるとあそこ光ってレストランよく見えます。あとあれですよね、夕焼け夜景がすごい綺麗に見えてるとか、そしたら隅田川とかもあるのですごいおすすめです。あ、いいですね。一般人でも入れるんで、あ、わかりました。では一番気になる端っこの黄色の部分、あれは何でしょうか？あれね、前聞いたんですあのせ、なんだっけな、まず出てくるものがきっとあると思うんですけどあれ実はあの朝日ビールさんの持ち物でして、はい、社員さんの情熱の炎を表してるんですよ。はい、あれ実は面白いお話が一つありまして、あれ作る前、アサヒビールさん業績が3位だったんですよ。頑張っても頑張ってもなかなか伸びずに悩んでた頃に、あのアブジェを作って、であの立った後にその年にあのアサヒビールさん業績が3位から1位まで
確かに金運上がりそうですね。なんかゴールドで44メートルあるんですよ。あのあれですか、横が横です。44メートル、かなり大きい。めちゃめちゃ、あの真下、はい、そこの橋を渡って、はい、真下からあの金のオブジェ見ると、こう結構でかくあの見えるので、なんか先っぽの方だけずっと出てるんで、よかったら下に潜ってみてください。あ、そうですね。結構涼しいですね、風が。そうですね、だいぶ秋になってきました。もう真夏は走ってますよね。確かに。今、なんかこうやって歩いてる時よりは、はい、走るからだんだん涼しくなるんで。あ、大丈夫ですか、ゆらさんも。もう私は乗り越えましたよ、夏を。夏を乗り越え。そうか、今、はい。はい、北海道だったんで、もうなんかここの夏の暑さ耐えられなさそう。いや、確かにそうですよね。あのこっち来て何年目ですか。あ、まだあの私4月から来たの。え、そうなんですか。嘘。大変ですね、それは。あ、まだ4ヶ月。嘘。え、4ヶ月、本当に。あ、もうだいぶだった。え、じゃあここで働かれてどれぐらいなんですか。あ、それ、あの来た瞬間のうちに、あの働きに来たので。4ヶ月ぐらい。あ、そうなんですね。すごいですね。でもここね、来てからこちらの仕事ってなんかすごい。やりたくてこっちに来たんですよ。え、あ、そうなんですか。ちなみにここが、はい、あの、あの、綺麗。そうですね、すごい大きく見えます。確かに。あ、はい、ここの会社をしたんですよ。で、あ、やりできるんだと思って、今に至ります。え、すごいですね。なんか北海道とかにはあるんですか。あ、ありますよ、一応。はい。どこだっけな、小樽か、あ、小樽じゃない。どこだっけ、まあ、北海道も、はい、1カ所だけあって。あ、そうなんだ。北海道結構雪とかあるから、そうですよね、冬とか大変そうですよね。そうですね、絶対冬は人力車できない。確かに。どうですか、こっちの夏は。あ、めちゃめちゃ暑かった。確かに。しかもあの、北海道でもやってこなかったあの人力車というか。そうですよね、こともしちゃってるんで。あ、そうですよね、なかなか。こっち住んでる人でもね、なかなか大変だと思う。なんとか乗り越えて、秋に突入しました。なんか秋だとね、すごい過ごしやすそうですね。そうですね。ちょうど北海道の夏がこれぐらいなんで。あ、そうなんですか。はい、じゃあ今ぐらいが割と、なんだろう、北海道的には夏みたいな。北海道どの辺ですか、出身。北海道の夕張の方は分かります。夕張メロン。あ、いいですね、メロンがいっぱい食べれる。あ、本当ですか。あら、嫌いなんで。なんで嫌いなんですか。親が選んでしまって。そんなメロン食べれます、いつでも。もったいない。メロンいいですね、高いから。こっちだとそうですね、車やっぱ土日多いですかね。日曜日が多分土曜日よりもっと多い。あ、そうなんですか。へえ。お客さんというか、そうですよね、もう多そうですよね。そうですね、やっぱそうですね。8月はあの結構夏休みの方が来てたんで、はい、あんまり土日変わりがなかったんですけど、
はい、やっぱ9月とかそれぐらいになると土日が多くて、あ、そうなんだ。そう、結構なんかいっぱい観光客の方も、そうですね、うん、やっぱこれぐらい、もうちょっと経つと、あのちょうど着物着てもそこまで暑くなる。そうですね、浴衣とかね、着てる方、そうそうそういいですね、はい。あ、確かに。ここにもあって、はい、はい、いちご16個使ってるんですよ。1個で、はい、なんか私この間飲んだんですけど、はい、めちゃめちゃつぶつぶ、はいはい、種あるじゃないですか、はいはいはい、めっちゃ入ってるんですよ。あ、いいですね、なんか、はい、ちょっと粒感残ってる感じなんですか？しっかり残ってます。美味しそう。なんか結構いいな。一杯が、はい、あの種高いなとか思ったと思うんですけど、めちゃめちゃ量あるんですよ。そうだ。お腹いっぱいになりそうですね。気合入れて飲みに行きたい。気合入れて。でもなんか肌とかに良さそうですね。ビタミン。美味しくて幸せ。あ、いいですね。確かに。なんかいっぱいね、浅草食べ歩きができるから楽しそう、はい、もうどんどん新しいのが増えていくんですよ。はい、なんか、来るたびに、あ、ここ行ってみたいなって私思うところがたくさんあります。そうなんだ。ちなみにここは食べ屋さんに行って、はい、旅買ったりすることも、あ、そうなんですね。でもなかなかことはないですよね、はいはい、確かに。今旅履かれてるんですか？そうです。あ、そうなんだ。へえ。ここで買ったりして履いてる。はいはい。あ、そうなんですね。はい、へえ。なんか皆さん結構そうですよね。みんな旅なんですか？履いてる。あ、そうなんだ。ある、はい。あ、そうなんですか？全然。へえ、履いたことないですね。ぜひもう履いてみてください。確かになんかいいですね。歩きやすいやつ。あ、そうなんですか。はい、へえ。ちなみにここ来たことありますか？はい、あ、ないです。あの、通っただけですね。したらぜひ、はい、まず赤いお堂の方を見てもらいたいんですけど、はい、あれ、あの、全然違うとこ紹介しちゃって。弁天堂って言います。はい、七福神の神様思い出せますか？はい、あの中で唯一の女性の神様が、はいはい、あのここに祀られてます。へえ。弁財天様って言うんですけど、あの手にはビアを持っていて、昔からあのビアをずっと やってきたってことで、あの技芸上達とかスキルアップのご利益があります。なんかスポーツされてる方とか、歌とかあのダンスとかいろいろ極めてる方がぜひ来てほしいところです。へー。なんか弁天で、弁天堂ってあの全国各地いろんなところあるんですけど、あのその中でもここ結構あのすごいところというか、レベルがよりあの強いところです。へ。あの他の弁財天の財の字はあの財宝の財なんですよ、うん、でもここはあのなんだろう、あ、そう、才能の才の字、わかります？はい、漢字が違うんですよ、ここだけ。へ。なんで結構あの浅草であの芸妓さんやられてる方とかはここにあのセンスとかを供養しに来たりとかもしてます。では奥の方に、あ、ついて影入りますか？あ、はい、見えますか？時の鐘って言うんですけど、はい、見えます。あの時の鐘、実は江戸時代に時計の役割をしてました。昔あの腕時計とかスマートフォンはないので、あの鐘を何回をなんだろう、鳴らすかによってお知らせしてました。ちなみに今午後の3時、子供は何を食べますか？え、子供？子供は午後の3時になると、そうです、おやつです。あのおやつの時間って今結構あると思うんですけど、それはあの結構ここでこの鐘によって作られたあの言葉でして、午後3時、8回鐘が鳴らされてました。
8つの時、八つ時、おやつ時として今でもおやつの時間って結構使われてます。あー、そんなのが。行きましょう。はい。ちなみに今でもあの鐘使われてるんですか？あ、そうなんですか。なんだろうな、他社の、6時と年末の除夜の鐘って分かりますか？あ、はいはい。年末の除夜の鐘で鳴らされてます。あ、そうなんですね。年末のあの番組のゆくとしくるとしっていう、あ、はいはい、番組あるんですけど、あれで結構映される率の高い鐘です。あ、そうなんだ。そうです。なんか浅草寺のイメージだったんですけど、そう、こっちも結構あるんですね。結構多いですね。そんな、この辺、そうですね、いっぱいお寺あるから。ありますね。ね、本当にちょっと奥の方に行くとまた面白いあのお寺も見れて、おすすめです。ここの門は、見てるの少ないんですけど、確かに。でも、先生に行ったら、ぜひ見てほしいもんでして。はい。二天門って言います、ちなみに浅草といえば何門ですか？雷門だ。浅草来ると雷門見て浅草寺を前にして終わってしまう方多いですけど、実はもっとすごい門がここにあります。実はこの門、雷門のモデルになった門です。今立ってるのが60歳なんですけど、60年前は燃えてなくなって、本当あそこは平地の状態だったんですけど、よし建て直すぞっていうことで、みんなよしやろうって思ったんですけど、データがなくなってしまってて、で、そういう時になんかいいのないかなって時にここの門がモデルになりました。へー、400年前から立ってます。すごい長いですね。めちゃめちゃ長いんですけど、400年。徳川家康わかりますか？はい、徳川家康がギリ生きてた頃から立ってます、この門が。そうです。へえ、めちゃめちゃ昔なんですよ。で、当時ってやっぱ建物自体が結構木造建築が多くて、一回火がつくともうみんなぎゅうぎゅうのところに敷き詰められて家があったんで、どんどん燃え移って、燃えずに、震災とかでも壊れずに立ち続けてます。で、すごい、すごいもんということで、あそこ見えますか？重要文化財にも指定されてます。へー。ここからもすごい見えますね、スカイツリー。そうですね。なんか、ちょくちょくいろんなところで、また、だいぶ日が落ちた夕方とかに人力車乗ると、はい、あ、それもいいですね。綺麗。でもやっぱ夏は日が長いからなかなか撮れないです。確かに。よいしょ。じゃあここ曲がって神社入ってきます。はい。そうですね、なんか裏通り楽しそうですね。やっぱ日差しがカットされて日陰が多いから、はあ、ね、私的には断然こっち派です。そっか、そうですよね、知らないとなかなか来ないですね、こっちの方は。神社さえ来ない方もいますよね。あー、雷門だけ通ってみたいな。本当、あ、赤瀬通りって海の子屋さんが多いんですよ。はいはい、楽しんで歩いた後に最後高道通り通って帰るのが一番個人的におすすめです。あ、そうなんですね、はい、確かに中見世通りも楽しそうですね。お猿さんが、お猿さん、
あ、本当だ。あ、本当だ。猿が。ちょっと見えないんですけど、奥の方に浅草寺が。はい。見えます。あの浅草寺の成り立ちなんですけど、はい、あの昔あのサマちゃんとタケちゃんっていう兄弟がいまして、その二人の兄弟はあの隅田川であの漁をしてたんですよ。うん、で、漁をしてる時に。何度捨ててもあの戻ってくるこれぐらいの大きさの木の破片がありました、うん、でこれ何度も捨ててもあの戻ってくるのでなんだろうということで村長さんのお家に、行って村長さんに相談したところあれ観音様だよってことで祀られた観音様をなんか違う村長さんのお家に祀られたのが始まりです、なんか聞いたことあります。すごいあの今コロナでなかなか、はいはい、あのコロナ前はもうなんかお祭りなのか事件なのかみたいな感じで、全員が押し寄せて、そのおみこしのあの一番すごいおみこしたちがあそこに並んでます。私もあの本格的なやつはまだ見たことないんで、はい、分からないんですけど写真見る限りもうあれは大事故だそんなにでもあと調べてみてみて分かりますちょっと見てみます楽しかったです。ありがとうございます。ちょっと下がります。私はここで。あ、はい。本日は貴重な時間、本当にありがとうございました。ありがとうございます。下ろしてきます。あ、はい。失礼します。暑くなかったですか？あ、大丈夫です。はい。失礼します。あ、はい。一気に涼しくなりません、もう。そうですね、ちょっと。ありがとうございます。